どうも皆さんこんにちは、 DK チャンネルでございます。というわけでですね、今回はですね、皆さん前回ですね、僕が覚えてますでしょうか、 TK チャンネルがチャンネル開設して1周年を迎えたという動画をアップしたと思うんですよ。3月ぐらいですかね、結構前の話ですね。今回はですね、まあそれに関連したちょっとお知らせがございまして、ちょっとですね、まあこれは嬉しい話なんですけれども、なんと TK チャンネル動画を作り始めてから1周年を迎えました。はい、まあというわけでね、TK チャンネルが動画作成をしてから1周年経過いたしました。というわけでこのチャンネルは、あれ、ちょっとチャンネルを開設した時期と初動画投稿した時期がちょっと違いましてですね、チャンネルを開設したのが3月の十何日とかなんですよ。で、初動画を投稿したのは7月の29だったと思います。はい、29だったと思います。あとね、あれなんだ、まあそういうことでね、本当に1周年、1年も動画ずっと作ってきてて、まあずっとっていうか、まあ、一時期毎日投稿しててね、本当にこれは嬉しいお知らせですね、朗報ですね。はい、まあこれだけではないんですけれども、このね、TK チャンネルの動画作成1周年を迎えてですね、新たなチャンネルのオープニングを作りました。まあ正確には TK チャンネルの第6世代のオープニングを作りましたので、こちらご覧ください。どうぞ。はい、まあというわけでね、こういう感じなんですけれども、スタイルは変わってないとか変わってなくないみたいな、そういう感じなんですけれども、はい、変わってません。はい、まあ変わってないですね。ちょっといろいろ変えたところがあって、今までのオープニングはね、ちょっとレンガの、まあずっとレンガの壁、あの背景を、ね、使用してるんですけれども、あれがちょっと細長かったりして変な感じになってたんですよ。でも今回のは、まあね、まあ完全に解消されてるという形でございます。はい、まあそういうところとか、あとその TK チャンネルのね、その文字のロゴ、文字的なロゴもね、ちょっと変えたんで、まあ TK チャンネルのね、ちょっとのっていう文字をちょっとカラフルにしました。はい、まあそれと、まああとちょっとね、あれ五角形の、まあちょっとやつをバーっと置いたぐらいで、他は何も変わってないです。というわけでね、ちょっとこれだけなんですけれども、今回は TK チャンネルが動画作成して1周年を迎えたというお知らせでございました。というわけで皆さん、さよなら。